はい、7分始まりました。明けましておめでとうございます。ただ、どうですか、これがアップされる頃にはもういいよっていう話ですか。明けましてかもないでしょ。今日でももうすでに明けましてやめましょうって番組でも言ってたから。花坂ダイアンズ須田頭、おはようございますからでしょうね。はい、おはようございます。おはようございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。長岡です。三つ山です。ナブです。加藤です。よろしくお願いします。今年も裏作も始まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。年末見てましたら、ハッシュタグ裏作見ておりました。ゆりぺっぺ、今週は配信ないのかな、やっぱり配信ないと寂しい。あ、嬉しい。猫たちさんからも、先週の配信で良いお年をって言ってましたからね、が寂しいですなどなどいうふうにね、いただいておりまして、 ありがたいですね。リアクションだから最後にやったのが12月のもう何日ね、僕参加してないんで、どうですか。クリスマスの前でしたね。ジェンガか。なるほど。ジェンガ会で終わって、はい、でその翌週はもう次の週アップする人がいないって話になって、はい、じゃあもう今回ここまで持ってきましょう。でだいぶ空いたんですね。これはファンが離れてる説あります。裏坂ファンというか、もう裏坂の存在をもう忘れられてる説あります。ちょっと待ってください。何ですか、何ですか。おかしくないですか。何ですか。久しぶりに来たじゃないですか。そうだそうだ、はい、忘れてた。今完全裏坂っていう名称忘れてませんでした。確かに見てくださってる方は裏坂だったね、うん、あファンがとか確かに嵐気分え、本当に言葉の中休止、その休止は俺が守るみたいな。勝手にそう守りたかったーみたいな。身が重いわそれは。さすがにそれみんな待ちたい。裏坂ですね。裏坂の皆さんが離れてるかもしれないわそれはな。そうですね、いけない。だからまあ今週からまたアップしていけるようにお願いします、はい、お願いします。どうしましょう、やっぱり新年一発目ということなので、今日はやっぱり2021年、うん、裏坂目標。おー、いきたい。裏坂の目標、はい、何をしていきたいか、こんなことしたいな、あんなことしたいな。加藤さん、はい、いきましょう。2020年の最後、ジェンガがすごく楽しかったので、ジェンガやってないからね、ちょっともう水山はね。そうですよ、申し訳ない。じゃあ2021年またみんなでジェンガするにします。あ、なるほど。あ、それが目標。明日には終われちゃおう。1年の目標長期目標。ジェンガじゃやりました、うん、他やりたいのないの、逆にこうこれやってみようよって、こうせっかく3人でやったら楽しかったなら、4人でやったら面白くなりそうやから、これやりたいって。みんなで絵しりとりとか。何を笑ってんのかがわからなかったです。聞こえた、三つ山に関しては今絵しりとり、絵しりとり。なんか今みんなで楽しく遊べるのってなんだろうな。絵しりとりいいじゃん。書くってことでしょ。はい、だから画用紙に書いて、うん、次書いて書いてみたいなのとか。あ、それぞれ画用紙持ってて、なるほど。リンゴって、リンゴって書いたら次距離、ゴリラとか、なんで距離って言ったの。どういうこと。いや、距離があっても、一人距離だからできるから。はいはい、なるほど。しかもその絵が上手いか下手かで、これ何っていうのもあるか面白いよね。確かに、確かに。ああ、いいかも。盛り上がりそうですね。いけるじゃん。お、早速やろう。いいですね。早速ドラマどんどん入れていこう。採用、採用。ね、採用。近々、絵しり取り会。いやさ、ナムさん。いやあのね、うん、裏坂も始めて結構なるけど、結構なりましたね。最初の頃はね、はい、社内でもね、見たよっていう人いたんだけど、ありました、ありました。もうね、ここ数ヶ月一切反応がないわけ。波立たず？波立たず。やばいな。だから、はい、まずさ、身内の社内からも、裏坂面白いねって言われるようになりたい、この1年の間に。なんか来てんじゃんみたいな、そういうムーブメント起きないかな。でも確かにその空気感の違い感じません？あの夏頃って結構反響あったじゃないですか。そうそうそうなのよ。もう秋以降、何ですか、もう凪じゃないですか、凪ゼロ。もういや、そうだよね。やっぱあれかな、4人だけの生配信があんま良くなかったから。あれ、そこで。いや、だからその前のなんかこう、みんなでスタジオでやった時って結構なかったですか。ありました。なんかあの後もあったし、あの前もなんかやんだねとか見てるよみたいな。そうですね。で、やっぱちょっと、うんうんうん、ちょっと頑張っ、背伸びでもいいから、やっぱああいうの大きい形でやるっていうのが、うんうん、一発こう、やっぱ最初こう、うん、波を起こすにも一回ガサンってやらないと大きな波来ないから、
それだね。半年に1回ぐらいそういうでかい波作りたいですね。そうやな、はい、あーやってんぞ、うんうんうん、個人的にはなんかこの4人でなんとかやってみたみたいなやつをやりたい。あこれさ、よくない？それを多分なんか作って、うんはい、ロキポを、うん、YouTube で配信したくない？確かに。それはさ、何かは分かんないよ、うん、歌なのかダンスなのか、はいはいはい、分かんないけど、うん、そういうのもやったら、ちょっとムーブメント起きそうじゃない？確かに。2021年まだ始まったばっかりですから、はい、1年間という目で見ていけばできるでしょ。うん、だダンススクールにみんなで通ってそんなに。いや、踊り踊りのプロセスをダイナマイトやるとかさ。けどさ、けどさ、今日それこそさ、あの竹脇まりなさん、うん、YouTuber の方のさ、はい、あの地獄のトレーニングっていうのを教えてもらったじゃないですか、うん、はい、だから、例えばそれを実際に我々やってみた、うん、これならいけるし、うん、できる、そうやろ、私でもできる、やってんでしょ、あれだったらできるだろうし、いい、はい、あとは何、逆にそれをやって痩せてみた、あ、うん、効果どうだったかと、そうそうそう、そう、そういうのだっていけるだろう。早口言葉やってみたとかアナウンサー、まあ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 、ならではの、だけどそれも今できてないとダメみたいなとこない？あ、そっかそっかそっか。俺なんかね、大学2年生だったら、はい、早口言葉やってる、あ、そうかアナウンサーがやるのが意外とか面白いっていうのがいい。あ、なるほどね。そっか、いやだからダンスを歌いいですね。ぜひ見たいです私。ああ、確かにいい。逃げ恥とかいませんか？あ、怖い。いいですね。確かにいいですね。恋ダンスみたいなこと。縄跳びしてみたい。だけど、結構ね、音使えないから。あ、そうか。ああ、そうか。だからもう、あの、手拍子よ。皆さん、頭の中でメロディー流してください。童謡で踊るとかは？あ、なるほど。だ、サイダー、サイダー。これを振り付けして踊んの？創作ダンス？創作ダンス。それは、ね、何がいいの？何がいいの？ちょっと待ってください。え？なってます。お前ちっちゃいな、アウト。ということで、こんな感じの2021年裏坂、ぜひご覧いただきたい。お願いします。俺たちの目標は、来週。来週だね。